こんにちは今日から始める安心着物着物物玉です、えー、と今日はえっ、ー、と台ですね草履の台、えー、草履の台こういろいろ変わったものを、えー、入手してきたもので、えー、と皆様にもちょっとご覧いただきたいと思ってでちょっと動画を撮らさせていただいております。えっ、ー、とまあ通常こう草履の台と呼ばれるものですとまあ えと花をうちでお、えー、着物のこう残りの残布と言いまして残りの切れで、まあ、花を作ってすげたりとか、まあ、もしくはですねうちの方で、えー、作ってある、えー、花を,をですね、えー、台にすげ,てすげさせていただいたりとかするんですけれども、まあ、通常は例えばこういったまずエナメル。 でまあ、いわゆるこれは、えー、と段がないですね、まあ、京都独特というか京都というか西の方は割とこういういわゆる一枚芯といってですねこう切り返しの段がついてないものっていうのが、まあ、割と好まれる傾向があってまあただ絶対的にそうではないんですけれどもまあえっ、ー、と多くはそういうことが。でえっ、ー、とあとやはり同じように川でも先ほどのはこうエナメルといって。 こうちょっとピカピカ光るタイプのものなんですけれどもあえてこうマットというかですねちょっとあんまり光らない革を使ったもののまあこれはこういう3段のこう切り返しですね。まあ、えとこの3段っていうのは基本的にここの部分だけのえと生地を3段にしてるんではなくてコルクに革をえ挟んだものを3段こう重ねて。 でまあ、接着してある台なんですけれどもこうしたものですので先ほどのこう一枚芯と比べてもらうと全然こう雰囲気が違うと思うんですねまあこうしたものそれからあと近年結構人気があるのが、まあ、こうしたハンプといってですねハンセンの穂ですねに、えー、要はえとと塗,装塗装して着色して。 でまあ、変な話こう要は、えー、撥水効果のある、まあ、最後仕上げ剤をつけてあるこうしたタイプのハンプと呼ばれるものが多いんですけれども、まあ、ちょっと今回ご紹介させていただきますものはえー、っとまずですねよしょちょっとアップしたいのでちょっと画像を下にしますけれども。 まずはえー、と畳表のいわゆるこういうちょっと染め表といって通称カラスカラスって僕ら言わせていただいてるんですけれどもいわゆる、えー、と畳がこう時間本畳のセッターなり草履なりっていうのが時間が経つと、まあ、こういういわゆるこっくりした色に まなることがあるんですね。で、それを、まあ、実際のところ着色して。で、まあ、こうしたものは、実は、えっ、ー、と。この高さというのが、えっ、ー、と、によって。いわゆる、その。よりフォーマル性が強いものか、普段ものか、というのが決まっているんですけど。これ、通称、この間に、は、サンドイッチされてる枚数ですね。だ、これだと1、一二三四。から、えっ、ー、と。 あ 1, 2, 3, 4, ですね。これ,これが点なんで, 1, 2, 3, 4, 5, です、ね、5枚間にサンドイッチされてですね。だこういうのを5の2という言い方をするんですけれどもこれが5の2とか、えー、7の3とか、まあ、えと2の1って言ってももっと低いものとかっていうふうにいろいろあります。 でまあ、こうしたいわゆるカラス畳の、えー、お雑り、それからまあえー、と畳表なん畳なんですけど表ですねを要はこういう片押しのいわゆる革を天にのせることによって。 よりちょっとこういわゆるフォーマル性にも使えるようなものですねでこれも12345枚5の前が2ですねで5の2のタイプのもので点がいわゆる畳表ではなくてこうしたいわゆる、えー、革のタイプのものそれから。 こちらのものはちょっとこうアップしてみるとわかるかなと思うんですけどこれ実はホースヘアーといってですね馬のたてがみですねを折、えー、り込んである折り込んであるというか折ったものを天に貼ってあるものですね。まあ、えー、とバックでもそうなんですけどホースヘアーって非常にこう丈夫ということがあって。 でまあ、そのホースヘアを着色してですねでまあえとサイドはこういう本革で点、えー、はこのホースの点をつけてあるでまあこれはえと形がちょっとこういうカーブしてると思うんですけどこれウェーブ型といってですねまあこれ浅草の老舗の草履屋さんが非常にこう疲れにくくて履きやすい。 でどうしても草履、えー、って高さがあると前にこうのめっちゃうんで前につんのめるようになっちゃうんですけれども基本的にこれは、えー、とそれがないので足が痛くならないというまあそういうのでちょっと、えー、考えられたウェーブ型という形になってますそれからあとはこちらは普通の革のように見えると思うんですけど これ実は最近あまりこうもうやらなくなってしまったこうリングといってですねこの縁ですね縁の部分がこうリング点って通称言うんですけど点をちょっとえまあ何て言うんですかね少し内わめにすることによって外側にこうリングこう輪のようにでまあこれは視覚的な効果としてえと履き物は小さく見える。 という効果があるんですねですので、まあ、昔はねこう足が小さい方が美しいとされたので見た目の錯覚を利用してですね、まあ、リングをつけることによって細身になるような細身に見えるような、まあ、そうした台になってます。実際はこれはちょっと気持ち中型の小判といってですね ちょっと普通の細身のものよりはちょっとワイドになってるんですけど実際見たところは非常に細く見えるように作られてますまあこうしたリングそれからですねよいしょ実はこちらのものはですねこうした感じでちょっと 金彩の型押しをしたものが、えー、半分ついてるんですねでこれも基本的に、えー、と履き方によってこの菌がですね外側にこう来るようにするとまあ履いた時に足袋から見える感じでよりフォーマル性が高いように見えますしこの菌を内側にするとまあ普段履きっぽくも見えるということで。 えーと基本的にちょっと使い勝手がいいというまあそういうちょっとお雑りであえてこういうふうにまあ,あのこれは逆に一枚布なんですけども、えー、と基本的に、えー、塗装と、まあ、あとあは片押しですねこちらもただのこうツヤツヤの、えー、金ではなくてですねちょっとこういう型押しでこういう感じになってますね。 で、こちらも形は一応ウェーブ型という、疲れにくい形になってます。からまあ、こちらの、えっ、ー、と、履物屋さんの特徴は、ここの要はよく滑り止めですね。が、ゴムがついてるんですけど、通常の滑り止めはもう本当、この要は底側とつらい位置なんですけど、こちらのものは、 ちょっとこうしてみていただいてちょっと真横にするとブツブツっと出てるのがわかると思うんですけどより滑り止めの効果が高いようにあえてこういったえー、底側にしてますねそれからあともう一つですねちょっと今えーとはかりを持ってきますけれどもよいしょちょっと待っててください あ、中座性すいませんでしたえー、と、実はですねこちらのものをえー、これまあ昔はよかったんですけどこれコルク台といってですねあえてこうコルクを寄せコルクではなくて一枚ものの型抜きのコルクを使ってですねでえー、とまあ天にだけこうやって皮を。 買ったタイプのものもなんですねで、えー、と基本本当はあのコルクの色って、まあ、こちらのこの断面見ていただいて分かるようにこういういわゆるあの光らないですねちょっと薄ベージュのような色なんですけどこれに実は、えー、と何回もニスをこう塗ることによって要はですね要はちょっと硬くしてあげるのと同時に。 それからあとは撥水性まあコルクだけでも当然水ははじきやすいんですけれどもさらにこう撥水強化するために実はこれはそのコルクに何度もニス塗りをするんですねで今実はこうした台を作ってくれるところがもうほとんどなくなってきましたでこちらのこう特徴はですね軽くて非常に軽くて疲れにくいというので例えば まあ今あえてですねちょっと,、えー、とここにはかりを置いてみますけれどもよいしょ。 これでゼロになりましたねで、こちらの台ちょっと乗せてみますねでこれえー、っと今出たように 175g でですね例えばえー、っと通常の先ほどあ通常のよくある草履の重さはどれぐらいなのかっていうことで言うと、えー、203g から 203g。 まあえー、とちょっと鼻緒がすがってますけれどもちょっとしっかりした重めの草履だと、まあ、こんな感じで 267g まあえっ、ー、とやっぱり 100g ぐらい軽いんですね。で基本やっぱりこの軽さというのが、まあ、疲れないという、まあ、お草履の特徴で、まあ、今こういうコルク台の、えー、と台というのもほとんどなくなったものなんで。 たまたまこの間実は草履屋さんに言っていろいろまあそういう台をちょっと譲ってもらうという機会があってでうち結構実は S 寸ですねあのー、本当のこと言って割と今その足のサイズっってててそんなななに大きくはなっていなくはいですねうちでえとよくこうお雑煮をですね えー、お求めになられたり足袋を、えー、お求めになられる方に、まあ、いわゆるきちっとした足袋のサイズで足をお計りすると,、えー、と平均的に多いのは23か3.5ですね。 で大体皆さんそういうした方も靴のサイズで言うと私4.5から私結構足大きくて、えー、と5ぐらいあるわよとかって言われるんですけど実際きちっと足袋を履いて測、えー、らせていただくと足の形を、あのー、要はサイズを測らせてもらうと、えーまあ、23.5ぐらいな方が非常に多いです。で実際その S 寸と言って23以下ですね 22.5と,22 22. というお客様もとても多いんですね。なんで、えー、と実際 S のお雑りっていうのもとてもこう、えー、と出るんですね。でえーと まあ、そうしたこう S のお造りでちゃんとしたものがあって言われること結構多くてですねまあ、えー、極力そういう S の台のきちっとしたものですね本革のものとか、まあ、そうしたものを、まあ、うちは常時造り屋さんから分けていただくようにしてるんですね。なんで、えー、とちょうどそういうのをこの間、えー、とお願いしにお願いというか分けてもらいに行った時にまあえっ、ー、と アン、ね、さん結構ね履き物はいろいろよくご存知だし、えーっとまあ、これからねなくなってってしまうものをちょっと少しまあ、えー、っと今のうちにお分けしときますからということで今回のようなちょっと履き物、まあ、ちょっと珍しいというかですね、まあ、そうしたものをいろいろちょっと分けていただいたもので、まあ、皆さんにもせっかくの機会なんでご覧いただけたらというふうに思いまして。 えと今日はえとちょっと草履の題についてご紹介させていただきました。ということで本日もえと以上ありがとうございました。